はい、どうも、大ぶです。というわけで今回もちょっと恋愛テクニックというか、えー、ちょっとメンタリストっぽい恋愛テクニックのご紹介をしたいと思います。脈ありを相手の視線から読む方法について今日は解説します。結構僕昔の本とかで、相手が自分に興味あるかを見る時のテクニックとして、メンタリストが昔から使ってるような経験則っていうのを紹介したことあるんですね。で、科学的なお話ってあんましたことがなかったんで、今日はこれをえ解説したいと思います。前ね、もともと僕よく出してメンタリストをやった頃に出してた本で書いていた、あのー、経験則としては、 目線のの動きっていうの結構見るんですよで人間の目線って左右に動く時と上下に動く時とあるんですね。でこれによって相手の興味度が変わると。 いう話をしたわけなんです。あ、今日はハーランファミリーええー、とプロモンタリーえっ、ー、とハーランえ、あとはボンド、えー、飲みながらやっていきたいと思います。全部ねこう濃いめで好きなんですけど、あの滑らかな順にえっ、ー、とハーランプロモンタリーえっと戦デンって感じですね。宣伝とかボンドって感じです。僕の中でははいえー、というわけでやっていきたいと思うんですが、じゃあ戻しますと視線ですね。ちなみに相手が左右と上下とどっちに視線振ってる時の方が興味持ってくれてると思います。はい。 どっちだと思います皆さん。はい。これね、一応メンタリストの経験則としては上下なんですよ。相手の目線が皆さんに対して上下に動いてると、興味持ってくれてる可能性が高いんですね。なんでかっていうと、人間の体って縦に長いじゃないですか。だから、上下に見てるってことは、皆さんのこと一生懸命こう、ね、上から下まで見てくれてるわけなんですよ。で、左右に動いてるってどういうことかって言うと、皆さんの向こう側見てるんです。背後に何か動いてたりとか、後ろの背景に何か気になるものがあって、それを見てると。だから、 相手が興味を持ってるかどうかっていうのはこの目線の上下でわかりますよみたいなことをよくメンタリストとかは昔から言ってきたんですよ。じゃあこれを実際に科学的に検証したらどうなるのか、視線をちゃんと、ちゃんと折ったらどうなるのかっていうのが今日のお話になってきます。で、この視線以外にも実は相手の脈ありのサインでいろんな体のいろんなところ、仕草とか喋り方とか表情とかいろんなところに出るんですよ。で、これが見抜けるようになると、例えば、 例えば男性だったら、女性と会話してるときに、あ、この子ちょっと押せばいけるな、みたいなものを見抜くこともできるし、女性の場合だったら、周りの男性で本当に自分に興味を持ってくれてる人と、ただ遊びたいだけとか、そういうこう、ね、あるいは本当は全然興味ない人とか、こういうのをですね、見分けることでもできるようになるんですね。この脈ありが見抜けるようになると、恋愛でかなり大きな自信を持てるようになります。なんでかっていうと、あのじ、恋愛で一番やっぱきついのって、あの、ね、あ、この子いけると思って押したのに、 滑るみたいな。実は全然向こう好きじゃありませんでしたみたいな。そういう、こう、一番こう傷つくというか、みっともない状況ってよく起きますけれども、これが一番きついじゃないですか。多くの人から見た時にね。じゃあどうすればいいかっていうと、脈ありを見抜けるようになればよくて、一応このやり方に関しては、今時々この辺に出てきたりとか、え、あと今概要欄の方とか、あと最後にこの辺に、えっ、ー、と、アイコンが出てくるんですけど、えー、脈あり見抜く、モテる人の恋愛、えー、科学というですね、動画が用意してありますの、ね、で、よかったら、えー、そちらの方は見てみてください。えー、やっぱ脈ありが見抜けるようになるかどうかだけでですね、だいぶ恋愛の、 あの、上達度って変わってきますから、ぜひですね、概要欄、えー、またですね、この辺に出てくるリンクの方から、見分かえり見抜く、持ってる人の恋愛科学チェックしてみてください。で、あと僕も結構ね、恋愛本出してるように見えるんですが、実は僕あんまり恋愛本出したことがなくて、ベッドの上の本しか出したことがないんですね。でベッドの上の心理学、感じる大人のための保健体育っていう、ちょっと上空じみた本をね、す、まあのエロに関する心理学だけを、 集めた,った本とか出したんですけど、まあ、これも一応ちょっと懐かしい本なんで、概要ロの方に載っけときますんで、よかったらチェックしてみてください。ただ僕、僕ね、恋愛に関するちゃんとした本ってあんま出したことがないんですよ。だからこういう話って D ラボとか動画の中でしかしたことないんですが、今回の研究、視線で見抜くっていう研究なんですが、2017年にカンダス大学が行った研究をベースにご紹介していきます。え105人の男女を集めまして、見知らぬ人物の写真をこう見せていくんですよ。まあ、こう全身映、えー、ってる写真とかね、見せていただいて、で、この時に、その、 写真を見る側の実験対象になってる男性または女性たちに対して視線追尾装置ってものをつけます。で、これで、えー、それぞれが、 人たちが写真のどこを見てるのか、えー、異性のどこを見てるのかってことをチェックしたっていう、そういう研究ですね。で、この視線追尾装置って言うとなんか凄そうに見えますけど、ジンズミームだっけなんかメガネでジンズってところが出してる、こういうメガネで、皆さんの視線をトラッキングすることができる装置っていうのがあるんですよ。で、これは皆さんの視線をカメラで追ってるわけじゃなくて、目の周りの筋肉の電位を測るんですよね。電気を測るんですよ。こうすると、目の周りの筋肉のおかげで、こう左に動いたり右に動いたり上とか下とか動くんですよ。で、この電位の反応が違うらしくて、それで視線の とかどの辺を見てるかってことをチェックするみたいなまあ、市販されてる装置とかもあるので興味がある方はジンズミームとか、えー、探してみると面白いかもしれません今も売ってんのかな僕なんか初期の頃結構使ってて楽しかったんですよ集中力とか測ったりすることができるんですけどまあそういった装置とかあとは純粋に視線をカメラでトラックするとか方法とかいろいろあるんですがまあ、いずれにせよこの研究では いろんなね、人間の写真を見せて、その写真のどこを見るのかってことを調べる。そんな研究なんです。はい。で、この後何をしたかっていうと、視線をね、トラッキングした後、実験参加者に対して、どの写真にいた人物とデートに行きたいですか誰に魅力を感じましたかってことを尋ねたんですよ。で、これと、視線の動きをトラッキングしたデータを合わせると、何がわかるかっていうと、 人間が魅力的な異性を目の前にした時に視線がどう動くのかあるいは魅力的じゃない興味がない人を目の前にした時に視線がどう動くのかこの差が分かるよねっていうそういう面白い研究なんですねはいで結果何が分かったかっていうと3つ大きなポイントってのが分かりましたまずは1つ目のポイント1つ目のポイントは男性が 女性に対して脈がある場合要するに男性が被験者が男性で見せられた写真が女性だった場合ですねでその女性に対して男は興味を持つとどう動くのかってところなんですこれ分かったのが男が女性に対して興味がある脈ありになるとどうなるかっていうと女性の胴体部分を見る頻度が増えます体のこのバストとかウエストとかヒップとかこの辺を見る頻度が増えるんですね はい、だからむしろよく女性が「あの人私すごい顔を合わせてくれて目がいつも合うからなんか私のこと好きなのかしら?」って思ったりとかする人がいたりとか逆に「いやあの人と私全然目が合わないしこっち見てないからなんか興味持たれてないんじゃないかしら?」と思ったりすることってあると思うんですけど実は女性が思うこれってその不正解なんですよ男は興味がある女性それは性格的な興味でもそうだし外見的な興味でも顔が可愛いいでも何でもいいんですけど興味を持った女性の胴体を見ます 基本的にはっていうことが分かったんですよ面白いですよねなんで,でかっていうのはこれ最後に説明しますんで男は興味があると胴体を見ますこうするとなんかこうやりたいだけなんじゃないのとかエロい目線で見てるだけじゃないのと思う方がいるんですけど違うんですよこれで深い理由があるんですむしろあのこれ考察ですけど僕の考察だとまあおそらくあるいはその先行研究とかから考えると真面目な関係を求めてる人 長期的な関係を求めてる。だから結婚して子供作りたいぐらいのレベルまでに長期的な関係を求めれば求めるほど、おそらく男性は女性の胴体をめっちゃ見るようになります。だから顔が合うとか目がしっかり合うから、なんか好きかもしれないって思うと、これ結構危ないわけですよ。だからホストとかの人とか別に全員じゃないと思うんですけど、やばいホストの人とか、ちょっとやばいこう紐男みたいな人って、やっぱ相手の顔を見たりとか目を見たりとかめっちゃするんですよ。でもこれって興味がないからできるゲートなのかもしれないってのが、この研究から言えるわけですね。つまり男性が女性に脈がある場合は、女性の胴体めっちゃ見ます って話が1つ目の事実でですす面白いですよね続いて2つ目の事実2つ目の衝撃的な事実は今度は逆に女性女性側が男性に気がある場合脈がある場合どうなるかっていうと男性の顔を見る頻度が増えますす逆なんですよそう男は興味がある女性の体を見て女性は興味がある男性の顔をめっちゃ見るということがこの研究から分かったんですね。うん 真、まあ、逆なんですよ。だから女性勘違いしちゃうんですよ。顔を見るってことは、自分も好きな人の顔を見るから、あ、あの男性が私のこと、顔をずっと見てるってことは、きっと私に興味があるんだわ、好きなんだわ、っていうふうに思いがちなんですが、実際は違うんですよ。男はどう見るんですよ。はい。で、逆に、あの、男性側っていうのは、やっぱりその、なんだろう、じーっと見つめられると好きになっちゃうっていうのは、こう男性は、まあ別に、男はじゃあ体見られても、別になんかいけてるって思うんで、思わないんだけど、どうなのって思う方いると思うんですけど、これはまあ当たり前で、男って結構単純なんで、もう女性と目があったら、あれ、この子俺のこと好きかもって勘違いするように男って してるんで男性側はこれ成り立たないんですが女性側はこういった勘違いが起こってしまってやっぱりこう自分に自信がないとか、えー、脈ありなのに脈なしだって判定しちゃう女性ってのが結構いるのがこういう間違いがあるからなんですね要するに男性は体を見るで女性は顔を見るとで男性は好きな相手の顔ほど見ないからだから女性が顔を見ても目が合わないから私に興味がないんじゃないかと思っちゃうみたいなそういう悲劇が起きるわけなんですねというのが2つ目の事実でしたそして3つ目の事実3つ目の事実は男女共に 興味がない相手の場合、どこを見るかって話ですね。どこを見ると思います実はですね、男女ともに同じなんです、これは。男女ともに興味がない相手を見る場合は、足に目をやります。はい。 顔も体も見ないで足を見るんですね。面白いですよね、これはね。だからこれって足が魅力とか足ェチだからじゃないのっていうふうに思う方いると思うんですが、全然そんなことはなくて、興味がないっていうのは足を見る。足を見るのは興味がないサインなんですね。だから、あの、僕もね、知り合いとかで、まあ、一生懸命女の子を口説いてる席にね、あの、僕もなぜかいたことがあるんですけど、僕は全然関係ないんですよ。呼ばれたらその、あ、多分口説いてんだろうな、みたいな、好きなんだろうな、この子のことを、みたいなふうに思う席とかあるんですけど、男の方は一生懸命、こう話したりとか、顔見たりとかしてるんですけど、女性の方はずっと男性のね、あの、足元ばっかり見てて、で であの最終的にに靴の話題になるんですよあその靴なんか新しい靴よね。なんかかっこいいじゃん。その靴、ディオール出してたっけみたいな。そうなんだよ、ディオールでさ、この前買ったんだけど、いや、結構これ高いんだけど、なかなか買えなくてとか、男が一生懸命喋ってるんですけど、僕見ながら、ああ、こいつ一生懸命頑張ってるけど、無理だろうな。もう足元しか見てなくて、話題がそこのことしか始まってないよ、みたいな。じゃあ、女子は足元しか見てないんですよね。こういう場合は脈なしになります。逆もしかりです。男性は脈なし。自分が興味がない女性の、やっぱ足を見るというのが分かってるんで、やっぱこうね、足をこうね、結構出してるような服とかを着て、ね、 視線を集めて、男性の視線が足に集まってるお、私これいけるんじゃないかしらって思う方いると思うんですけど、時々港区女子でもね、そういう方が参見されますが、あ、それは意味ないです。意味ないです。はい。関係ないです。はい。っていうことが、この研究からは言えるってことですね。面白いですよね。じゃあなぜ女性が、えー、男性の顔を見て、男性が女性のボディばっかり見るかっていうと、これはですね、男性は無意識のうちに女性のウエストとヒップの比率っていうのをチェックしようとして、えー、起きる現象だというふうに言われてるんですね。はい。これなんでかっていうと、前 WHR の話ってしたの覚えてますか ウエスト2ヒップラティオって言って魅力的な女性のウエストとヒップの比率はウエストが0.7に対してヒップが1なんです。 ヒッップ1にに対してててウエストがが0.7ぐららいいキュとと締まってるっるるるうのが男性から見見最も魅力的に見えるんで、すよでこれなんでかっていうと、女性の、あのいわゆるこう女性ホルモンの、えー、分泌のバランスが一番妊娠するのに適している、まあ、健康的でかつ若いってことですよね。妊娠しているのに適している状態のバランスになると、女性の体型で自然に、このウエストとヒップの比率が、ヒップ1に対してウエスト0.7になっていくんですよ。で、この比率っていうのが実は、男性が一番グッとくる比率なんですね。最も妊娠しやすい、子孫を残しやすいっていうし、しえーの 指標になるんでだからさっき言ったみたいに子供作りたい長い付き合いを経て子供を作りたいと思っている男性ほどボディを見てしまうウエストとヒップの比率を見てしまう可能性が高いですよって話なんですね、はい、じゃあ胸とかバストはって話なんですけど一応バストも見ますバストウエストヒップの比率を総合的に言うと1対バストが1対ウエストが0.7対ヒップが1の方がいいというふうに言われているので一応全体は見るんですがやっぱりこうなんだろうなあのウエストとヒップの比率をチェックする方がやっぱり男性の本能としてはより強いみたいですね じゃあ一方で女性がなんで男性の顔を見るかっていうと、あの、顔の左右対称性がすごく女性にとっては大事です。左右対称な顔を持ってる男性ほど遺伝子が綺麗なんですよ。遺伝病とかもないし、事故とか怪我とか、あとはね、そういったこういろんなね、あの感染症とかの問題とかも少ないっていうふうに言われるんですね。やっぱりこう左右対称だとね。だから女性は綺麗な顔が好き。なんでかっていうと、いい遺伝子を受け入れないといけないから女性っていうのは。うん。まあ子供作るとね、とりあえずつきとかプラス子育ての期間、身動き取れなくなっちゃうので、女性は結構そういうね、遺伝子の選別に敏感なんですよ。だから、まあ顔の左右対称と 見見ててるるるから顔を見るとといいうでで、ね、ですすすすねねごよよこの生存本能が脈ありにちゃんと出てるん出女性は遺伝子を見るために男の顔を見て男性は妊娠可能性と健康性を見るために、えー、女性のボディを見てるということなんですねってことはモテるようになりたいと思うんだったら女性はやっぱりウエスト周りを絞ってこうヒップ周りを鍛えるのはスクワットみたいな、えー、そういうですね下半身を結構鍛えるような筋トレをがっつりやった方がよくて逆に男性は左右対称性とか顔の綺麗さとか、えー、肌の綺麗さを見せて遺伝子の綺麗さを表した方がいいので はスキンケアとか、えー、をですねちゃんとやってあげるといいんじゃないかという結論になってくるわけですね。はいぜひ皆さんもやってみてください。まあ、とはいいいえこうろろお話ししたんですがが相手がね えーの心がいくら近づけられてもやっぱ視線だけだとなかなか脈ありを見抜きづらいよって人とかいると思うんですよ。まあ、実際会話とかね、えー、声の使い方とか、えー、そういうのを見た方が脈ありを見抜きやすいというふうに言われます。で、こういったそれ以外の、えー、脈ありを見抜くための方法をですね、今日の番組の概要欄、またはですね、今この辺とか、えー、この辺に出てくるですね、えー、続きはこちらっていうですね、リンクを押してもらうと、えー、脈ありを見抜く、モテる人の恋愛心理学、恋愛科学を見れるようになってます。ぜひですね、チェックしていただいて、脈ありを見抜いていい恋愛、えー、のパートナーをゲットしてみてください。それではまた次回のでお会いしましょう。 バイバーイ。